あのパリでもそうですよ、パリでも基本的にはトイレないですからね、あの有名なベルサイユ宮殿、マリア・アントワネットとかですね、ああいうこう綺麗な淑女たちも、ああ催してきたんだ、ちょっとうんこしたいなとかって言うたらあの庭に出てでっかいスカートがあるから、そのでっかいスカートのままちょっとしゃがみ込んで、でそこで出たで汚かったんだから、だからヨーロッパで香水が発達したのそうなんですよ、臭いからなんですよ。はい、皆さんこんばんは、こんにちは。はい、百太郎の日本語です。取られおられるのは有本香織先生です。よろしくお願いします。はい、こんなに明るい日の昼間に収録してて、いきなりこんばんはって大丈夫ですか、百太さん。もう何本もやってるんでね、もうよくなってるから、はい、あもう僕のもうなんて体内時計では夜なんで。はい。すいません。わかりました。はい、はい、頑張りましょう。はい。江戸時代はですね、まだずーっとやってますが、はい、まだね、江戸時代のことはまだ皆さんにほとんどまだ分かってもらってない、江戸のことは本当に深いんでね、だから江戸時代にあったいろんな事件とか、ね、語る前にやっぱり江戸の社会はどんなもんやったかいうことを、これ皆さんにやっぱ知ってもらいたいんでね、ここでですね、この江戸がですね、200年前あるいは300年前どんな町であったか、これ皆さんなかなか想像できないと思いますけど、実はね、江戸の町で絶対にこれは欠かせない話は、江戸の水です。そうですね、庶民はどんな水を飲んでたのか、百田さんがおっしゃったように江戸の町人というのは、まあ、今で言うと千代田区、中央区、台東区、この辺りに集中的に住んでたんですよね、だって江戸の面積の1割ぐらいのところに、もう大半の江戸の町人がそこに住んでいたんです、でここにももともと水がすごく豊富にあったっていうわけじゃないんですよね。あの江戸はね、もともと海に近いですから、またそのあたりはその埋め立て地とかありましたんで、井戸を掘ると海水が出て、塩水がね、で江戸っていうのはね、そういう意味では本当はすごく住みにくい町だったんです、高低差もありますしね、あの大阪みたいにこの非常になだらかな部屋じゃないですから、もう非常にもうややこしい町だったんですよね、そこに人口がどんどん増えてくる、そうすると飲み水が足りなくなる、でそこで江戸幕府は何したかというと、江戸に水道を敷いたんです、このすごい人口増加もものすごく急激に膨らんだんですよね。そうです、そこにだから庶民たちの水をどうするかっていうのは、これ大変なこれ都市計画の問題で、ところが江戸はですね、ずっと西の方に行きますと、多摩川、そして井の頭池、この2つの大きな水源地があって、でこっからこれだから江戸から言うとちょっと高台にあるところですね。そうですけどかなり距離ありますよ、そっからその辺の水をずっと引いてきて、これを飲み水に使ったらいいじゃないかと考えたんですよ。なるほど、でちなみにですね、当時やっぱりこう電動ポンプとかないですもんね。そんなことないですから、だからどうするかというと、ただひたすら水というのは高いところから低いところになる、これを利用して、若干その玉川上水は高いところにありますから、これを江戸にジャーッと流していくことによって、それでその水を飲んだらええじゃんかということを考えた、ちなみにですね、この玉川上水から、最終的にこうバーッと坂道に流れていって、最後江戸湾の水門に、水が流れます、でこの距離が約43キロなんです、直線で結んだらってことですよね。直線で結んだら43キロ、そしてその最後のこう海、江戸湾のとこから玉川上水はどんだけ高いかというと、その高さ92メートル、92メートル、43キロ離れて、たった92メートルしか上がってない、これはね、縮尺で言いますと、4.3 メートルに 9.2 ミリの差なんです。そうですね。皆さん、4.3 メートル、ちょっとね、皆さん部屋に持ったらね、4メートルぐらいね。約4メートル、4メートル、4メートル30です。そこでね、9.2 ミリだから1センチ弱ですよ。そんだけの差しかないんです。その差をね、あの江戸の町これなんですよね、もう江戸は谷がいっぱいありますよね、もう山谷いっぱいある、そこの山谷いっぱいある中で、そのきれいにそういう勾配をつけていって、江戸中に水を送り込んだんですよ、これすごい技術です。すごいですね。今はねトランシットというね、よく町歩いてたら測量の人がこの三脚立てて、こんなこうレンズでこう測量してる人いますよね、あれトランシットという機械なんで、これはね2点間のこの点、ここからこの点ピッた時にその角度をね、正確に測る機械なんですけど、でも当時そんなもんないんです。ないですよね。そんな機械ないんですよ。どうやって
こんなしかもね、うん、平面じゃないんですよ、高低差あるんですよ、はい、その高低差ある中でどうやって角度つけていったかなと、うんうんうん、で角度つけるんですが、その水を引くのにどうするかというと、うん、石碑と言いまして、はい、石で作った塗油です、うん、石で作った塗油を地面の底に引いて、うん、そこでわずかな勾配をつけながら水を流していったんです、うん、でそうやってガーッと江戸にこう石碑で大きなまあ水の流れがあります、行くとね、はいはい、でそうして今度はですね、各家庭に、うん、まあ、各家庭で一番大きいのは大名屋敷ですけど、うんうん、大名屋敷に水を流すのに今度はそこから木碑と言って、はい、こう石の塗油から今度は枝分かれしていって、うん、そこにこの木で塗油を作って、その木の塗油をずっとあの大名屋敷に流していって、うん、その大名屋敷で持っとるその井戸です、はい、そこにこう水を流していく、うんうん、だから大名屋敷はその水を飲んでたんですよ、この井戸で。さらにそれがまたずっともう下流へ流れていって、今度はその町人のところへ行きます、はい、町人のところへ行きますと今度はですね、うん、石碑から、うん、竹碑と言って、はい、竹になるんですね。竹でできた塗油がバーッと町人のところに流れていって、はい、そこでその町人が作った井戸のところにその水が流れていって、みんなその水を飲んだんです、ですから江戸の庶民はみんな玉川上水の水を飲んでたわけなんですね。でこれでですね、また驚くのは、大名屋敷にはそれなりのその国数によって、まあ、加害と100万石ですよね、その国数によっていわゆるまあ維持管理費は幕府に払っている、はい、で大きな商家ありますね、うん、その大棚ですよね、はい、両替所の大きなとこ、こういうところはですね、あるいはその庶民のその地主とか、うん、これはその土地を持ってるその間口の広さによってまあ維持管理に払われとった、うん、ところが一般庶民は無料、はい、無料、水道無料、水道無料、すごいですよね、うん、これを江戸幕府は江戸という町を人工的に発展させるためにはこういうインフラをこしらなあかんということでやったんですよ。そうなんですね、これすごいでしょ、すごいです。でちなみにね、これを一番最初に手掛けたのは大久保忠行というまあそういう役人やったんですが、でこの大久保忠行という役人が必死で頑張ってまあこういうその水道整備を行ったわけですが、この時ですね、幕府から、うん、まあ、ようやったと、うん、まあ、偉いと、はい、お前は今日からモンドという名前を授けると、ね、あの中村モンドのモンドですね、中村モンドのモンドですね、はい、取水と書きますね、うん、この時にこの大久保忠行が面白いですよ。普通ならモンドです、うんうん、ところがモンドは、うん、モンドとは彼に呼ばさなくて、うん、僕はモンドやと、うん、大久保モンド、モンドじゃなくて大久保モンドやと言って、なぜモンドやって分かります、うん、あの濁らないようにってことですね。賢いね、さすがね。そうなんですよね。そう、門どうだ、濁れやねえか。わしゃ水道作っとるんやと、うん、濁らすわけにいかんねえって。水を濁らすわけにいかないという、ね。わしゃだから門とや言うて。まあこれが日本人のシャレ聞いたところですよね。うん、わしゃ門とやとは言わなかったでしょうけどね。江戸の人ですからね。はい。でもね、同時にすごいのは上水道を作ってるんですが、同時に並行して下水道も作ってるんですよ。そうなんですよ。これは本当にすごいです。だから上水道と下水道を分けるという発想が当時すでにあったというのはすごいですね。そもそも。そう、だからね、もう江戸中に、うん、今度はこの、まあ、最初からこう木碑なんですけどね、木のというにですね、うん、まあ、生活用水、それからまあさらにまあ死尿とかそうなりますね、そういうのを木碑を通してビャー流して江戸湾に流してたんですよ、うん、はい、これね、上水道と下水道が完全整備された町なんていうのは、うん、まあちょっとヨーロッパではないですね、当時ないですよね、はい、ちなみにヨーロッパは、うん、1800年代になっても、はい、パリとかウィーンとかでは、うん、糞尿垂れ流しですよ、そうですよね、はい、あのベートーベンとかあんな時代にね、うん、どうしたか言ったらもう、家にトイレ、うん、トイレがないんですよ、おまるみたいなところに、あるいは桶みたいなところにそういうその汚いも入れて、はい、それで2階に住んでるとは、うん、夜になったらそれを上から吸い取ったんですよ、そうなんですよね、だから街汚い汚い、うん、ですからね、よく言われたのが、ウィーンなんかはね、うん、夜に街歩くな言われてる、うん、上から何が降ってくるかわからないから、うん、でそれでまあ掃除人がですね、そこにまあ水撒いて、うん、そのいわゆるその両側の溝のところにですね、はい、それをザーッて流し取ったり、だから臭かったんですよ街が。あのパリでもそうですよ、パリでも基本的にはトイレないですからね、あの有名なベルサイユ宮殿、はい、ベルサイユ宮殿、まあ、できた時はトイレがなかったんですよ、ですからあのいわゆるマリー・アントワネットとかですね、ああいうこう綺麗な淑女たちも、ああ催してきた、ちょっともううんこしたいなとなってきたら、あの庭に出て
でこれはでっかいスカートありますね。でっかいスカートがあるから、そのでっかいスカートのままちょっとしゃがみ込ん で、でそこで出た。で出たらまたそのまま白顔してまたそのまますーっと行くんです。ほんなら庭師みたいなのになって、うん、庭の掃除に出て、ああ今奥方がうんこしはったなって言ったら、うん、ささささって言ってガーッと穴掘ってそのうんこペアッと埋めて、うん、それで終わりやって汚かったんだから。だからヨーロッパで香水が発達したのそれなんですよ。臭いからなんですよ。はい、あの一説によるとハイヒールが発達したのもそれやってと言われてますよね、はい、あの普通の靴だったらうんこべちょり踏むんで、うんこ踏みたくないわいうことで、じゃあハイヒールでうんこ踏まんようにしようって、まあ、っていう踏みますよね、うん、踏みますけどね、まあ、あとじゃあ男の人はどうなんだってのがあるから、これはちょっと多分俗説だと思いますけどね、まあ、こういう話もあるぐらい、うん、ヨーロッパの人は汚かった。でも日本人はめっちゃくちゃ清潔だったんですよ。そうなんですよね、うん、だから長屋に住んでても上下水道別っていう生活ができてたってことですよね。そういうことですね、うん、はい、皆さんどう江戸誇らしくない、うん、でね、何もこのね、江戸の上水道を完備した、まあ、江戸の上水道は特に有名ですけど、うん、もうでも日本全国の多くの町もやっぱり上水道やってたんですよ、はい、そうなんですね、うん、これすごい、うん、特にやっぱりね、有名なところね、播磨国の阿古、まあ、阿古浪士ですね、阿古浪士、それから備後国の福山藩ですね、うん、まあ、こういうところですね、うん、もう上水道がすっごい綺麗で、うん、水が美味しくて、うん、今言うたような阿古の水、それから福山の水、そしてこの江戸の水は天下の三条水と言われた、特に美味しいと言われたのがこの3つ、江戸と阿古と福山町、うん、まあ、もちろんそれ以外の城下町でも、まあ、みんなもともと水に恵まれてるところっていうのはありますからね。そうね、日本はどうしてもやっぱ高低差がありますし、ね、うん、山がだいたい後ろに山が控えてますし、うんうん、まあ、そこからこう綺麗な水がどんどん流れてくる、流れたり、まあ、そういう条件もあります、まあ、湧水があったりというところもあるけれど、うん、そうじゃないところで人工的に作った浄水でいい水を使って飲んでいたってことなんですね。そういうことですよ。これはだからつまり鎖国をして、うん、西欧とかいろんなところのその科学技術が入ってこなくなったといっても、うん、自分たちのこの知恵と手仕事でこれだけ その生活環境を作ったっていうのは本当にすごいですよね。でね、うん、まあ、今回私は日本国旗いろいろ変えていろいろ調べたんですけど、はい、こういうのはね、うん、日本の普通の学校教育の歴史教科書に書いてないでしょ。はい、ないです。おかしいよね、これ書いてないって。これね、たびたび言うんですけれども、うん、あの日本国旗の副読本という本、うん、あれに日本の歴史教科書がいかにおかしいかっていうのをたくさん書いてあるんですけれども、それは私たちもあの時点ではこういう記述がおかしいよというようなことをたくさん書きました、うん、で一方あの中にもう一つ書いてあるのはこういう話が書いてないやないかと。そうなんですよ ね、 ね、日本の優れたその歴史上のいろんなエピソードが全然書かれてないと、本来この庶民たちの生活を向上させるためのインフラっていうのは、うんうん、これはね歴史教育ではもう欠かしたらあかん話だと思うんですよ。そう、国の発展のね、うん、指標になるべきものですからね、うん、どんなインフラが整備されていたかっていうのは、はい、すごいですよね、そう思います。で、まあ、先ほども言いましたけどこういうその庶民たちにとってはこれだけの国がインフラをしてお金をかけてやってることの、はい、美味しい水を皆さんに飲ませてもこれが無料やったりとかすごいですよね。そう、すごいですよね。でなおかつねこういうのはね、うん、何でもそうですけどどんなインフラもそうですけど一回整備して一回作ってしまえば、うんうん、まあ、あとは繁栄期に持つもんじゃないんですよ、違います、ね、まあ、石碑なんかはね、うん、持つかもしれないけど木碑とか竹碑っていうのはもう必ず傷みますから常にメンテナンス、常にメンテナンス、メンテナンス、メンテナンス、これをずっと江戸の職人たちはやり続けていたんですよね、うんうん、すごいことやね。すごいことですよね、皆さん高評価、するようにね。なんでそこだけ急に高飛車なんですか。はい、はい、そしてチャンネル登録はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、というわけでバイバイ。